掃除し終わったかしら。ついでに結婚式場の床を全部水拭きでもしてあげたら。あんたは掃除係なんだから。はあ、人に水をかけておいて何ですかその態度は。掃除なら汚したリカさんがやってくださいよ。いきなり私に水をかけて床までびしょびしょにして。あんたなんてびしょ濡れになって当然よ。地味な掃除女のくせに花嫁の姿なんかしているのが悪いんだから。え、だいたいなんであんたはこの結婚式場にいるのよ。今日は我が社の取引先社長の結婚式。掃除女のあんたは招待すらされていないはずでしょ。その結婚式場に花嫁姿でいたんだからどういうことかわかるでしょ。なるほどね。あんたもたまたまこの式場で結婚式あげるつもりだったのね。え、とんでもない偶然ね。まさか取引先社長が挙げる結婚式場であんたも結婚式なんて。ここは社長レベルが使うような高級式場なのに、そんなところで結婚式なんてだいぶ無理しちゃったのね。あの、それ本気で言ってるの？はあ？何が言いたいのよ、このびしょ濡れ女。それにしてもあんたみたいな地味女と結婚する男がいるとはね。世の中には目の腐った男がいるようね。リカさんが私のことをバカにすることにはもう慣れました。でも私の進路までバカにするのはやめてちょうだい。黙れ掃除ババア。いつも私の言うことを聞いておとなしく掃除ばかりしているくせに、花嫁だからって随分と今日は生意気な態度じゃない。と言ってもびしょ濡れ姿の惨めな花嫁だけど、誰のせいでびしょ濡れになったと思っているのよ。今までは呆れてリカさんに逆らうことに疲れていただけ。だから黙って頼まれたら会社のデスク掃除とかしてあげていたけど、さすがの私もそろそろ我慢の限界だよ。黙ってろ隠した女が。掃除係はいつも通り床でも拭いてろ。姉嫁ドレス着てるからって調子に乗れないよ。こんなことして大丈夫？底辺のくせに生意気。あんたが私の何を心配しているのよ。明日からの仕事とかいろいろだよ。でも心配してあげるだけ無駄みたいだね。それじゃあ私これから急いで着替えなきゃいけないから。底辺の掃除女に着替えなんて必要ないでしょ。あんたはびしょ濡れドレスのまま結婚式でもあげていなさい。それじゃあこっちは高級結婚式を楽しんでくるわ。マイ、大丈夫なの？びしょ濡れになったって聞いたけど一体何があったんだよ。心配させてごめんね、タクヤさん。ちょっとしたトラブルがあって、同僚からコップの水をかけられちゃったの。は？あ、一体どういう状況だよ。その同僚の人と何か揉め事でもあったの？揉め事っていうか、前から嫌われているんだよね。同僚の人とうまくいってないって前に話したでしょ？私の花嫁姿が気に入らなかったみたいで、いきなり水をかけられたんだよね。そういえばそんな人がいるって言っていたね。よく掃除を押し付けられているんだっけ？そうそう、その人。最初は美人で物腰も柔らかい素敵な人だと思っていたんだけど、自分より格下認定した人には態度がひどいんだよね。しょっちゅう自分のデスクをゴミで汚しては、掃除しておきな、地味女！って私に命令してばかり。それはだいぶ失礼な人だね。失礼どころか最悪だよ。ついには私のデスクを奪って、勝手に仕事を始めるし、私の会議用資料やメモをそのままパクって自分の手柄にして、何度言ってもやめてくれなくて、もはや日常化しているんだよね。最近じゃ名前も呼ばれなくて掃除女呼ばれだし。嘘だろ、この世にそんな非常識な人がいるんだね。しかもその上新婦姿の前に水をかけるなんて。今日は大事な僕たちの結婚式なのに、よく取引先社長の新婦にそんなことができたね。それがね、彼女私が今日の新婦だって気づいていないみたいなの。え、どういうこと？今日の結婚式は前の部署の人たちも呼んでいるし、みんな前が今日の新婦だって知っているんだよね。ねえ、部長も他の方もみんな知っているわ。でも彼女だけ未だに気づいてくれないの。私のことを見下しすぎて私があなたの花嫁だって考えられないの。え、そんなことってあるの？だって職場の人に結婚報告してあるんだよね。ちょうど結婚報告した日に彼女は体調不良で休んでいて、だから直接私からの結婚報告はしてないの。
一応翌日すぐに彼女に伝えたかったんだけど、私が出勤した頃にはもう勘違いしていてね。部署で一人だけ呼ばれないなんてかわいそうねって笑われたわ。え、私のことを取引先の社長から結婚式には呼ばれない無能だと思っているの。私は招待する側だから呼ばれていないだけなんだけど、何度説明しようとしても全然話を聞いてくれなくてね。もう疲れちゃったからそのままにしてるんだ。いつか自然と気づくと思ったし、それがまさかの全然気づいていないというわけか。多分周りの人も訂正するのに疲れたんだと思うな。今日の私の花嫁姿を見ても全然気づいてくれなかったし、偶然同じ式場で結婚式をするのねって言われたわ。なるほど、かなり思い込みが激しいタイプか。周りがサジを投げるのも仕方がないな。でもここまで思い込みが激しいタイプだったとは。こんなことになるくらいなら諦めずに説明しておけばよかったわ。とりあえずその同僚さんには今すぐ帰ってもらおうか。勘違いとはいえ今日の大事な新婦に水をかけたんだ。今日の結婚式に出席する資格なんてないだろう。僕は直接勘違いを訂正してくるよ。そんな面倒なことしなくていいよ。このまま私たちの結婚式を見てもらいましょう。それが一番早いし確実に誤解が解けるはずよ。確かにそれもそうだな。じゃあ早く着替えて結婚式を始めようか。幸いすぐに替えのドレスも手に入ったし。ええ、あと少しで準備が終われば。もうちょっとだけ待っていてね。そろそろ式場全部の床着も終わった頃かしら。高級な結婚式場をびしょ濡れにしたんだもの、ちゃんときれいにしておきなさいよ。だからびしょ濡れにしたのはリカさんでしょ。そんなこと言うぐらいなら自分で掃除しなよ。はあ、私そんな時間があるわけないでしょ。今日は大事な取引先社長の結婚式なんだから気合を入れてお祝いしてあげないとね。気合を入れてね。なのに新婦の準備が押してるらしいのよね。だから開始時間が遅れて超暇なの。招待客をこれだけ待たせるなんて人としてありえないわ。取引先社長は結婚する相手を間違えたみたいね。は？社長もどうせなら私と結婚すればよかったのに。私の美しさと優秀さなら社長夫人にしても恥ずかしくないし。ああ、今からでも私に乗り換えてくれないかしら。結婚式場でよくそんな不謹慎なことが言えるわね。別に新郎に聞こえてるわけでもないし、いいじゃない。それに私が社長夫人にふさわしいのは事実だし、美人の上に新商品企画チームを任される優秀っぷり、きっと私のことは取引先社長も知っていると思うのよね。企画チームに入れたのは私のアイデアメモをパクったからでしょ。は？パクったっていう証拠はどこにあるのよ。私は天才肌だから、ある日いきなりアイデアが降ってくるタイプなの。いつもゴミ掃除ばかりしている地味社員とは違うんだよ。何ですって？まあでも社長が私に乗り換えてくれるのは難しいのかな。噂によると取引先の社長はかなり奥様を溺愛してるらしいし。でも奥様のレベルによっては第二夫人ぐらいなら乗れるかも。そこからじわじわと略奪っていうのもいいかもね。全然良くないわね。冗談だとしても笑えないわ。あら、私は冗談じゃなくて本気のつもりよ。一体どんな奥様なのか本当に気になるわ。美人の私を差し置いて社長夫人になるような人だもの。あ、そうだ、あんた同じ式場で結婚式あげるのよね。だったらどこかで社長夫人の顔見てないの？どれぐらいのレベルの女か教えなさいよ。え、もしかして私以下の別荘女かしら。だったら略奪も楽勝よね。どんなお相手なのか知っていることがあれば教えなさい。あんたがよく知っている私だよ。え、非常識な人だとは前から思っていたけど、まさかここまでのレベルだとは思わなかったわ。びしょ濡れになったせいで準備が遅れてごめんなさいね。今から入場してあげるから目を見開いてよく見ておきなさい。ちょっと待ってよ。新婦が、あんたですって？もうこれ以上招待客を待たせるわけにはいかないから入場するわ。それじゃあ気合を入れたお祝いをよろしくね。今日の
一体どういうことなの？なんであんたが取引先社長と結婚式あげたのよ？なんであんたが新婦なのよ？なんでって言われても、彼にプロポーズされたから、そして私も OK の返事をしたから結婚したの。そういうことを聞いてるんじゃないわよ。なんであんたみたいな地味女が取引先社長と結婚できるのよ？この私を差し置いてあんたが結婚だっておかしいでしょ。いろんな偶然が重なったんだよね。リカさんにメモを奪われて新商品企画チームに選ばれなくて、それで私は別の企画担当になったじゃない。それが縁で彼と知り合うことになったの。なんですって？私は従来商品のリメイク企画の担当になったの。それでその企画を拓也さんの会社と一緒にすることになってね。仕事で何度もお会いすることになったんだ。それがきっかけで付き合うようになったのよ。何よそれ、そんなのずるいじゃない。頑張って新商品の企画チームに入ったのに、そっちのチームに入っていれば社長夫人になれたなんて。いや、それはちょっと違うんじゃないかな。彼はあなたを選ぶとは思えないし。はあ？格下の掃除女が生意気なこと言ってんじゃないわよ。私の方があんたより確実に美人なんだから。そうだわ、あんたが相手なら略奪は簡単そうね。いっそ本気出して社長を奪ってやろうかしら。どうぞ好きなだけ本気を出してくれ。何をされても僕は舞と離婚するつもりはない。全くタイプじゃない君と結婚するなんてありえないから。え？顔は美人でもはっきり言って人間性が無理だよね。人を掃除係扱いしたり、仕事やアイデアを奪ったり、君みたいな人と結婚したら僕が周りから心配されるよ。まさか社長ですか？どうも、今日の結婚式の新郎です。今日は僕たちの結婚式のために出席してくれてありがとう。妻からは気合を入れてお祝いしてくれると聞いたけど、ずっと口を開けて呆然としていただけだったよね。あ、いや、そんな、社長、なんで？それは僕たちは結婚した新婚夫婦だからね。結婚式が終わって一緒にいるのは当たり前じゃないか。それよりも妻から僕を略奪したいらしいね。君とは今日まで会ったこともなかったけど、顔も知らない子に好かれているとは思わなかったよ。でもごめんね。僕は君なんかに興味はないんだ。なのに本気を出せば落とせると思われているなんて、僕のことを結構バカにしているよね。僕は自分の会社の取引先の社長だっていうのに。いや、私は社長ばかりなんてしていません。ただその、私はそれなりに美人ですし、大抵の男の人は私のことを好きになってくれるので。僕も同じように好きになってくれると思った？大事な妻を毎日会社で虐げるような君を、この僕が。日頃のことは妻からいろいろと聞いているよ。随分と会社で好き勝手やっているようだね。大事な結婚式当日に水までかけて、そんな人を好きになれるわけないじゃないか。そうですよね。略奪とかはただの冗談なんです。それに会社のこともちょっとしたいじりっていうか嫌がらせしたくてしていたわけじゃないんです。私たちのコミュニケーションっていうか。掃除を押し付けて仕事を奪って水をかけるのが？だったらそれ僕も君に同じことしていいのかな。え？掃除は日頃から外注しているから押し付けられないけど、仕事なら奪いそうだよね。とりあえず君の上司に全て報告させてもらうね。え？あとは水をかけるだけか。でもそういうのは人として気が引けちゃうな。今回は水をかけた分の代償を払ってくれたらそれで許すよ。濡れたドレス代と急遽着ることになった代わりのドレス代、それなりの金額するけど全部君に請求するね。でもこれもコミュニケーションだから払ってくれるよね。ちなみに金額ってどれくらいするんですか？濡れたドレスは今日のための特注でね、ざっと300万はかかっているんだ。300万？そして代わりに着ることになったドレスも200万近くするものでね、式場が急遽用意してくれたものの中で最高ランクのドレスなんだ。だから合計500万ぐらいかな。嘘でしょ、私の年収並みなんですけど。じゃあ払えるよね。1年分の稼ぎを全部つぎ込めばいいだけなんだから。え？それじゃあ後日正式に請求書を送るからよろしくね。それじゃあ僕たちはこれで。気合の入ったお祝いはしてもらえなかったけど、気合の入った支払いを楽しみにしているね。どうしてくれるのよ。早速上司呼び出されて禁止処分受けたじゃない。しかもドレスの請求書をマジで届いたし。もう届いたんだ。
さすが拓也さんは仕事が早いわ。のんきなこと言ってないで早くなんとかしなさいよ。なんとかって支払い期限を短めにするとか。違うでしょ、請求書の取り下げだよ。なんか噂じゃ会社をクビになるかもって、500万も失ってクビとかマジで笑えないから。じゃあ笑わず真顔で全てを受け入れるしかないね。え、そりゃクビは免れないでしょう。リコさん自分で何やったか分かってないの。会社の大事な取引先社長の結婚式を台無しにしたの。拓也さん顔には出さないけど今回の件でかなりブチギレてるし。そんな、あ、そうそう、クビになる前にちゃんと自分の汚したものは全部自分で片付けてね。今までリコさんが溜め込んできたゴミ全部社内の空いてる倉庫に置いてあるから。え、置いてあるってどういうこと。今までずっと私にデスク掃除を押し付けていたでしょ。それだけじゃなくて弁当のゴミまで押し付けて、それ全部社内の倉庫に置かせてもらっていたの。管理事務員に事情を話して空いている倉庫を使わせてもらっていたんだ。はぁ、数年分のゴミが全部溜まってるからね。ちゃんと自分で分別してきれいさっぱり片付けてね。ふざけんな、私はあんたに片付けておけっていつも言っていたのよ。なのに捨てもせずに倉庫に置いておくだけって。だから片付けたんじゃない、倉庫に。おかげでいつもリコさんのデスクはきれいになっていたでしょ。はぁ、お前マジでふざけたことばかり言ってんじゃないわよ。失礼ですね、私はふざけてないですよ。あなたなんかと違って。え、人を格下認定して見下したりバカにしたり、そして結婚式まで台無しにしたり、本当にふざけた言動ばかり。そんな人と一緒にしないでもらえますか。私はあなたに言われたことをしていただけです。私はふざけてなんかないわよ。え、じゃあ全部真面目にやっていたんですか。真面目に人に迷惑を。それって頭とか大丈夫ですか。せっかくの謹慎中ですし一度病院行った方がいいですよ。はぁ、そういえば拓也さんのお友達にお医者さんがいるんです。おすすめの脳外科を今度聞いておきますね。ではゴミの処理頑張ってください。数日後、ミカさんはドレスの弁償代として合計500万を全て支払い、その後正式に会社から首を言い渡されました。そして早急に倉庫掃除をやるようにと上層部からも命令されたそうです。しかし数年分のゴミはとにかく量が多くて、事務員さんの監視付きで分別も徹底的にやらされているんだとか。そのゴミの中からは社外秘の資料や名簿なども出てきて、さらにリカさんは上層部から呼び出しを食らうことに。今後は会社からもいろいろと請求されるのではないかともっぱらの噂です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。